とまあふわっちで配信してます。そうですね、ふわっちとかまあちょっとあんな詐欺サイトは置いといて、こっちの方が有名で悔しかったでしょ。だから YouTuber とかで嘘ついたでしょ。キュー誰、え、だから調べてこいよ、山根会長チャンネルって。また買うぞ、たっか20もすんの、もう買えないんじゃない。まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。なんか全然違う人になっちゃったよね、2番。はい、邪魔ーとか言ってたのに。2が人狼だったら俺噛まれるからボロクソ言われると思うよ。昨夜は誰も死にませんでした。知らなかった。待たせたな。どうも皆さんはこんばんにちは。ということでね、2番さんがですね、先ほど嵐を行って、人狼を買ってね、なんと嵐を行ってたと。で突然性格が変わって別人になってしまった。これは非常に危険だ。2番はやばいですよ。2番さん、この人ね、多重人格者だから危ないよこの人。はい、ということで、初日はね2番さん釣り安定だと思います。失礼しました。知ってるよ。ユーゴさんは多分9番に行ったんだよね。オタジャの放送見てるよみたいな感覚でね、まあ、ネタ感覚で行ったんだよ。まあ、でも僕は配信者なんで、そこのところよろしくお願いします。はーい。まあふわっちで配信してます、よろしく。それと僕占い師をします、村人陣営でした。まあ、占いなんだよ、占い師でしか村人陣営でしたってどういうことだよ。白でした。まあ正直黒って言おうと思ったんだけど、まあ、ここは真面目にやっていこうかなって思いまして、とりあえず9番占いました。ふわっちって、まあね、9番も結構やばいんで、よろしくお願いします。ふわっちはやばくないよ。はい、まあそうですね。ワッチとかまあちょっとあんな詐欺サイトは置いといて、アプリかあれは、うん、そうだね、僕村人陣営です、しようないです。うん、で2番さんが占い師、そうだな、まあみんなの考察聞いてまたちょっと考えたなと思っていたです。絶対抜けたわ。はい、バーチャル YouTuber です。8番さんは僕的にはグレーで見てる。9番さんがさっきの2番さんのゲームと一緒だったのかな。ちょっとさっきのゲームの話をするのはあまり僕的には良くないかと思います。お前ブロック。9番さん、なるべくその発言は控えてもらっていいですか。現在のゲームを楽しみましょう。無理です。はい、どうも、俺占い対抗です。2番さん占って白でした。ということは2番さんは強人確定ですね。では9番さんのね、僕のチャンネル今さっきまで見て、あ、人狼したいなって思ったらいたんすよね。だからお前さ、言うなよ。見ようと思えばいつでも見れるんだよ。で5番さん、だからお前それ言うと来るんだよ。嫌ったら出てこないと思います。バレた、こいつに、こいつにバレた。やべえ。では9番さんボクシングチャンネルだよ。やべえ。まあバレたぞ。今回2番目ですかね。破綻とか自分で言ったし、8番、丈夫、お前を何だろう、何言ってるの。はい、ですね、なんかライブ見に行くってお前誰だよって感じなんだけど、9番、ボクシングチャンネル、山根会長となんか関係ある人。山根会長のニュースは知ってる。お金でなんか問題起こしちゃった人でしょ。なんで山根会長と関係ある人が YouTube やってんだよ。だけど今人狼やりながらそんな配信してんの。なんだよこの。そうだね、4567あるんじゃないかな。3教えて。何言うだよ、くそくそ。で、まあそうですね、まあ、2番さんが女性差別よくないねこの世の中。旧誰、え、だから調べてこいよ、山根会長チャンネルって。俺知らないけどさ、そんな詳しくないんだけど。滑舌どうした、3番。だんだん悪くなってきたけど。山根会長って誰ですかね。で、なんか配信者がなんか知らないですけど、人の声で勝手にアップするの本当にやめてほしい。これ訴えたら勝てんでしょ、多分。勝てないかな。なんか肖像権みたいな感じでさ、他人の声勝手にアップしたらさ、ないです。あれ肖像権はないです。訴えたら勝てんじゃないの。こんな配信して何が意味あんだ、ボケ。金でももらっとんか。もらってます、すいません。山根会長はボクシングのかな。
うん、訴える、訴えないはどうでもいいんですよ。うん、訴えないから訴えろよ、本当に。ちゃんと考察して、村人だったら。うん、俺的には、やっぱり4番さんが若干黒目で見えるよね。考察しないってことはそういうことでしょ。トラリウスになりたいってことなんじゃないの？うん。僕は占いの話はしない。僕は4番に入れたいかなっていう。いや、おかしくなったと。いや、とか。のプレイヤーは、ちょ、待って。2番さんさ、自分で破綻つったんだよ。なんで俺黒目なの？ 2 番自分で破綻つったからね。そこ考える。早いな、打つの。お前、クソ2番が。クソ。投票を始めてください。よくないですね、この村。この村よくないですね。で、9。4番のプレイヤーが選ばれました。もう、いい年したさ。大人がネットで人狼はねえだろ。パチンコ打とうぜ。パチンコ。お前もな。な。パチンコ打とうぜ。こんな退屈なゲームしてるんだったら、パチンコ北斗無双で大連チャンさせた方が絶対面白いから。なんで大連チャンって。パチンコめちゃくちゃ面白いぞ。めちゃくちゃパチンコって面白いんだぜ。お金が入ってくるし。4番、パチンコ依存症把握しました。俺多分噛まれんなこれ。朝が来ました。昨夜死んだのは1番か。ざまあねえな。とりあえずさ、あ、もうあの、まあ、はい、矛盾してます、矛盾してます。はい、自分もう破綻してます。あー、バカだった。9番占ったこと忘れてたよ。ちくしょう。自分、ムラスラ使用します。ムラスラしてました。まあ、ムラスラ配信っていうのしてまして。どっかのツイキャス配信者なんかより、9番とかツイキャスやってますけど、なんか知らないですから。俺の方が有名ですから。クワッチ見に来てください。7番。マジで。面白いから。はい。3番占った理由は消去法ですね。で、2番さん、村人って聞いたんですけど、強人ですね、2番さん。あのね、7さ、キー思いっきり外してるよね。お前もゴースティングかよ。ゴミかよ。くたばれ。そうだね。なんでこんな喧嘩すんの？そうですね。まあ、2番さんもなんか知らないようなんで、ここで宣伝させていただきます。そうですね、 YouTube の、ライブ配信等で、活動します。ボクシング CH と言います。そうですね、底辺 YouTuber でやらせていただいて、まあ、4番さんがね、お金をね、もらってやってるのかと、言っていましたが、そうですね、 YouTube のみ、仕事をしています。現在ですね、視聴人数2227人います。2番さんのふわっち、配信の名前教えていただければ宣伝いたしますので、よろしくお願いします。あと、ちなみにですね、声に肖像はないので、はい、大丈夫です。それと、まあ、底辺 YouTuber って言いますけど、すいません、底辺ですいません、チャンネル登録2万人、すいません、同席も2200人ということで、嘘をつ、あ、すいません、嘘ついてきました、すいません、失礼します。投票を始めて信じてくんないみたい、ほら。3番のプレイ、まあ3で終わんなかったら6の可能性もありますよね、これ。3番。ね、僕ね、言っちゃうんですけどね、7番さんね、人狼なんですよね。もうね、道連れにします。7番さんがね、嘘ついた。うん、以上。夜が来ました。目を閉じてください。誰だよ、これ占い師。絶対嘘でしょ。マジ嘘でしょ。昨夜死んだのは7番。笑っちゃうでしょ。正直さ、僕さ、9なんかより絶対上だから、多分9さ、僕こっちの方が有名で悔しかったんでしょ。だから YouTuber とか言って嘘ついたんでしょ。ツイキャスの人でしょ。なんか話し方がツイキャスの人っぽいもん。いや、やってるけどね、たまに。ツイキャスの人嫌いなんだね、正直。YouTuber って絶対嘘じゃん。儲からないし。いや、儲かってるよ。ありえない、ありえない。まだ儲かってるよ。パソコン買ったよ。儲かるとしたらね。で、その上がふわっちだから。
まあ配信の話しかしてないんでちょっとよくわかんないですけど、9番さんが僕に結構苦労を向けてきてる印象です。うん、別に配信するのはいいんですけど、うん、2000人の皆さん、9番さんは本当に白ですか、白ですか。わかんないですけど、まあ2番さんが何言ってるかよくわかんないんで、もう2番さんつっていいんじゃないですか。5番さんもよくわかんない。2000人の皆さん、投票を始めて。僕は白ですか。ありえん、オラじゃないべ。狂人誰だったんだろう。2番のプレイヤーが選ばれました。終わった多分。23でしょ。2番ってください。僕つって終わらなかったってことはさ、え、もう分かったでしょ、僕人狼じゃないから。女はこの世から消えする、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 女はこの世から消えする。お前らさ、どうせ女と一緒だから、フェミニストが。セロトニンの少ねえバカどもが、俺を釣るなんざ低俗な真似しやがって。俺の方がまだ頭いいぜ。ダメだな、この村本当に。崩壊してるよ。僕のアンチゲートに引っかかってる。怖えな、まじ。何基礎人っつった。何基礎人っつったこの人。怖えな、まじで。2番、マジで怖いんだけど。昨夜死んだ。5番か。ハンターじゃね?5番。ハンターは。発砲8番のプレイヤーがハンターに道連れにされました。おお、村人の勝ちです。ナイス。え、すげえ、やば。8番ノーマークだった俺。おい2番、おい2番、おい2番聞いてんのかよ。2黒ですか、了解しました。そしたらもう2番釣るしかないですよね。私もセオリー通り2番を狙ったら2番が釣ると思う。貴様の黒出しとこが高額につながった。あの配信にはさ、盛り上がりっていうものがあるだろ。そういうのがあってさ、ちょっと変わってる人をむっちゃ叩くのは次の嵐の人を生む行為だと思ってます。え、5番さんは何、2番さんに明日を生きる喜びを教えてあげようみたいなこと言ってるんですけど。